分かった。7キロ超えました。70g です。はい、行きます。ちっとこの7710g です。7710です。でかいやろ。すごいですね。すごいね。はい。9100ですね。9100。それそっちに入れてもらえる。でっか。パマでかい。何回目か分からへん。2980g です。9000+3kg。11999で。おーしい。もうちょっと12や。ちょ笑ってくださいよ。笑え。マジ。しんど。マジマジ。はい。マジで仕事よりきついわ。いや、仕事の方がいい。でも笑顔ですよ。もう無理。重い。そろわへんね。いや、言うてますもん。8420g です。8キロ。すごいな。安田君、後で釣られてなかった。いや、もう、精一杯でした。これが。ちょっと一瞬あれ。はい。行くよ。はい。この2本、はい、本当ね、よく頑張ってるけど、いやいや、そのね、バイト、はい、バイト、もう1本、3バイト、はい、その頑張りはね、多分ね、上さんしか分かってくれないと思う。すごい難しいっすよね。はい、2本、中村さん2本です。青の5です。はい、2220g です。もう一息ですよね、こういう魚だから。やっと釣れてきたのが、やっと釣れた魚がでっかければなんかこう掴めるんですけどね、やっぱりちょっとずれてっていうか、産卵期の難しさ、水の量とかっていうのも産卵期の難しさ感じます。青一番上田さんです。はい、5本です。はい、4680g です。ありがとうございます。3kg やこれ。まとめてるよね。ノーコメント。そのまとめ方、何番、しかも一本落としてる。おー、揃ってます。なおかつ重い。はい、和田さん、7430g です。これやっぱり大きいですか。全部大きいです。沖の大トリングしか釣れませんでした。ジグヘッドオンリーでは2011年第2戦の、入る優勝者、ぶっちぎりですね、5本でなんと11kg、11,990g 釣られました。5本です。加田さん、おめでとうございます。はい、加田さん圧勝ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。では、釣り方と場所の説明をお願いいたします。場所は、はい、お化けから、はい、金かの前、はい、で一応、キロ以上のやつは全部そこで、はいはいはい、取りました。ルアーは、北系です。北系テキサスヘビダン。いや、ヘビダンで、ヘビダンで、はい、なるほど、わかりました。はい、また、上位の方狙っていただいて頑張ってくださればと思います。では、おめでとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは、浅野本です。今、アングラーズイン琵琶湖の方にいます。こちら あのアングラーズイン琵琶湖、それからポパ161店なんですけど、実は今日、5月22日をもって、移転いたします。で、ショップの方はですね、大津市の鬼怒川、ちょうど小琴と片田の間になるんですけど、そちらの方で、28日から、再開するということです。皆さんあれですね、明日から多分一番困るのがトイレ、それからボートメンテナンスっていうところなんですけど、トイレの方も明日からはもうダメ、使えないということで、場所をね、いろいろ工夫しないとちょっと苦しいかなと。それから、ボートメンテナンスの方は、こちらもね、ショップの、オープンに合わせて、5月28日から、受付を再開するということなので、皆さんご安心の方を、していただいていいと思います。
ちなみにアングラズイン琵琶湖なんですけど、ここはあれですね、オープンして約15年経つんですけど、もう日本のバスの繁栄期を象徴する、設備として、もうこの巨大なものがあったんですけど、アメリカにもこれだけ立派なものはないし、琵琶湖でももちろんここだけということで、僕自身も非常に寂しいんですけど、またね、みんなでバスフィッシングを続けていったらいい時代が来るかもしれない、こういうものが復活できるかもし、れないんで、まあ、楽しみに、頑張っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。